どうも、玩具発掘事務所です。今回紹介する中古玩具はこちら、税込み100円のナポレオンゴーストアイコン、税込み100円の石の森ゴーストアイコン、税込み100円のダーウィンゴーストアイコン。これね、3つで200円で買えたんで、まあ良かったなと思ってね、買いました。ダークゴーストとかもあったんだけど、俺ダークゴーストなんか持ってるって勘違いしてて、で家帰ってから気づきましたね、持ってないってことに。まあでもね、石の森ゴーストアイコンをね手に入れたんでいいかなと思います。ダークゴーストに関しては、まあこのダーウィンとナポレオンに関してもなんだけど、100円で見るの6回目ぐらいなんだよね。うちのよく行くあの店はね、100円でよく売ってくれるから、まあ次の機会でいいかなと思って今回は諦めました。3つ開けて状態確認、動作確認してみましょうか。ではまず石の森ゴーストアイコンから見ていこうか。シール、こんな感じですね。石の森って漢字で書いてるんだ、すごいね。でも割と全体的に綺麗ですよね。 QR コードも剥がされずに貼られてます。絵柄もね、変化させてみましょうか。あ、いいね、全部綺麗だね。結構認識ピンもちゃんとありますね。じゃあ次はナポレオンゴーストアイコンですね。これって確かプレ版だったよね、ダークゴーストとか3つセットのやつ。これも全体的に綺麗ですよね。QR コードも剥がされずにちゃんとついてますし、上のシールの部分も引っ掛け傷とかが少ないですね。ではこちらも絵柄を変化させてみましょうか。うん、十分っすね。じゃあ次はダーウィンゴーストアイコン見ていきましょうか。これも結構綺麗だよね。QR コードも剥がされずにちゃんとついてますし、傷とかも少ないし、で上のこのシールの部分も引っ掛け傷がないですね、ほとんど。石の森ゴーストアイコンも引っ掛け傷とか全然ないよね。すごいな、これが100円ってすごいよね。ダークゴーストね、今回買ってもいいかなと思ってたんだけど、なんかね、ここの正面の部分にすごい黄色いなんか変な汚れみたいな、取れなさそうな汚れがついてたんや。で、まあ、いつも100円でよく見るから、まあ今回別に買わなくていいかなと思ってやめました。今回紹介したのはこちらね、3つのゴーストアイコンでした。では、次の動画まで。さらばじゃ。